供養文庫本源寺物語とは、源氏物語の写本のこと。現在供養文庫の所蔵となっているためこの名称で呼ばれる。本写本は、大正時代から昭和時代にかけて活動した、国文学者の野村八両3月14日から1966年1月30日、が1924年11月に、東京神田の古書店。 細川書店から入手しその所蔵となった写本であり、1925年時点で、源氏物語54条及び、経図月調層と紹介されている。後に、早稲田大学名誉教授の中野光一のものとなり、同人の個人コレクションである、供養文庫に入った。54条のソロイ本であり、その他に、経図1条が付されている。経図は、三条にしさねたかが整えた。 サネタカボンではなくより古い古形図に属するものであり、葬儀の古形図と競合したとの抜群が付されている。嫁入り本の形態の美しい想定を持っており、箱の上げ蓋に火山の陰筆と記載されているが、花山天皇の筆であるのかは不明である。本社本の本文系統について、野村はルフボンと比較し多いに相違するとしたが、中野孝一は、 概ね青表紙本系統に属するとした。本社本は単独での英印本や、本国本は存在せず、また、行為源氏物語や、源氏物語体制行為編といった主要な後本への採用はない。ありがとうございます。